仙台トーンのショーペおはようございます。FM 大白仙台トンナンシャーペの時間がやってまいりました。仙台で生まれ仙台で育まれた学び飽きない匠伝統文化交流を東南西北にトンナンシャーペと、この番組は訪ねて歩きます。聞き手は鈴野屋亮介、番組プロデュースは円鉄の城でお送りいたします。はい、今日はですね、柳生の和紙工房の佐藤文恵さんのお宅にお邪魔しました。はい、一つよろしくお願いします。初めからですね、はい、お年を聞くのはいけない。はい、はい、よろしいですか。大丈夫です。はい。はい、お年は89歳になりました。あ、89歳。はい、お生まれ、お誕生日の月は昭和3年11月21日です。あ、そうですか。はい、はい、ものすごくお元気なおばあちゃまでいらっしゃいまして、その和紙作りのきっかけから、はい、お話をお伺いしたいんですが、はい、はい、ご主人は佐藤平次さんっていらっしゃる、はい、はい、今日この今にお邪魔してお二人に、まあ、お話をお聞きしようと思うんですが、はい、先ほど、おばあちゃまのきっかけ、和紙のきっかけというのをお話しいただきたいんですけれども、はい、きっかけは、はい、ここのうちの新人の、親がやっていたんですよ。あ、はい、佐藤家のですね、はい、そんで私で9代目なんです。9代。はい、はい、それでどうしても受け継がなくてはならないっていうことで、はい、うちのじいさんはわしについては本当に熱心な人なので、はい、それで私も迷ったような若い時はね、はい、でお父さんも東北電力勤務なのでとても大変なんですよ。それで、はい、でも、もう本当に協力する主人なので、はい、何かと助かってでね、はい、ここまで来たんですが、はい、何しろ朝早く起きないと、のお父さんも勤務に行かなくてない時は3時半頃起きて、はいはい、原料を煮たり、あ、はい、そうして行ったんですよ。原料っていうのはいわゆる和紙の原料、和紙の構造、構造、構造、はあ、それを煮なくてダメなの。あ、煮る、はい、煮でね、はい、で薬を入れて、はい、そして一日いっぱい煮るんですよ。こと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 と、はい、で勤務に朝お父さんがね、はい、原料を釜に入れて、はい、そして一日こうなんていうふんわりなるように煮なくてないの。 あんまりガンガンじゃ煮立てらせてばりではダメな。ちょっと待ってください。原材料は何ですか。その紙の材料は何ていう木なんですか。それは楮っていう、楮っていう、その楮の木がありますよね、うん、枝がありますよね、うん、その芯を使うんですか、皮を使うんですか。全部ってね、はい、皮の中にまだ芯があるんですよ。ありますよ、はい、それを剥き取って、はい、で皮だけを、なんていうかな、はい、皮だけを下げ剥いておくのね。あ、そして、はい、使うたびごとに、はい、釜に入る
の一杯ぐらいに煮るんですよ。はあ、柔らかくするっていうことで、柔らかくするんですね。なるほど。やっぱり薬で煮るんですか。ああ、なるほど。それをお父さんがサラリーマンでありながら早く起きて、出かける前にそれをやって。そうなんですよ。はい。だから全くね、まず若い時はそれに構わず、ね、はい、一生懸命やってきたんですけど、はい、本当に、ね、朝仕事から忙しいんですよ、ね、朝先ほど3時4時って言ってましたよね。そうなんですよ。それで、おじいちゃまがいわゆる紙すきを、やっておられて、おばあちゃまはお嫁に来られて、それをが初めての経験だったんですか。ここに訪れてきた時が。そうですね。若い頃は全然やったことないんでしょ。ない、ない。はいはい。私鹿島台、あ、そう、実家鹿島台、あのわらんじ村長さんの教育を受けたもんですから。ああ、じゃあもう全然紙云々には関係のないとこからお嫁に来たということですね。そうなんですよ。で、いわゆるおじいちゃまに、いわゆるこう仕込まれたっていう。そうですね。見まね。そうなの。いじいじね、もう初めはやっぱりじいさんの言うことを聞いて、はい、言われたままに、はい、なってね、はい、もうしんどかったんですよ。機会はないしね、機会ないと、はい、畑の朝早く起きてこう。棒で、あ、コード2だ、コード、いわゆるその繊維、そう、細かくすんの。それもやる、機械ないから昔コン棒で叩くわけですか。そうなの、すごいね、はい、でもうちだけでないからね、コン棒からはもうね、聞こえてくるの、パン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 って。そして組んだ枝のを、はい、する人にちゃんと一日で使う分、はい、あてがうわけなの。はい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 、だからそれ、まあ、構造っていう木があって、それをお父さんが煮出して、で、煮出した後、アク抜きをするんですよ。なるほど。3日ぐらい。あら、だから工程長いんですよ。それも機会がないで。嘘みたいな。で、叩いて、繊維を柔らかくして、それからどうするんですか。それから、繊維を柔らかくしてね、細かくしたら、はい、すぐ人にもうありがっておく、一日の分、すぐくらい畑であてがっておくのね、はいはいはい、そうして今度杉終わったら、はい、水切りをやるわけ。ああ、水切り、豆腐と同じ。あ、なるほど。だんだんこんな重ねていってね、はい、もう触ったら豆腐と同じ。あ、そんなのまでするんですか、ね、はい、だからジャッキで絞るの、いっぱい、はいはい、丸太だのね、あ、はい、重ねて、はい、でジャッキしてね、ギッギッギッと回すの、はあ、絞り出すの、はあ、それから水をすっかりなくなったら、はい、乾燥場へ持ってくる。はにゃんま、乾燥場へ行ったら乾燥機熱くしておいてね、はい、すぐ貼れば、はい、すぐ乾くんですよ。もう触らないくらいの鉄板が熱くするんだから、もう乾燥機にずっと貼って、いるうちに、こっちで吸いだやつまだ一枚一枚剥がすんですよ。あら、はい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 。そして8枚だら8枚
鉄板に貼ったら、はい、あの剥がして、はい、それをきちんきちんと重ねていって、重ねて、はい、それで、昇進になるんですけどね。あ、その工程の中で一番ご苦労されるのはどこなんですか？すぐ前にね、はい、機械ない時は、はい、袋に入れてね、三角の袋あるんですよ、はい、こう、はい、そしてそこにね、どんぶり、どんぶりぐらいで、はい、そのぐらいの原料を袋に入れて、はい、入れてこのぐらいの棒でこのぐらいのなんて丸い厚いね、20センチぐらいの、そうだね、はい、それにこう棒ついてんの、コンボ、はい、うん、はい、バットみたいなもんで、それでね、かわいいってね、カッポンカッポンとあぐ抜きをする、あらあらあら、はい、あぐ抜きしないと杉具合が悪いの、悪いの、うん、総合なんですよ、救えないっていうことですか、いわゆる うまく紙トロロアオイっていうのが入るから、植物性のトロロアオイ、はい、それがねダメになっているの、アグが抜けないと、抜けないと、うん、あ、トロロアオイっていうのはいわゆる紙に粘質を与えてくっつくようにする植物なんですか、うん、それないと原料だけあったってダメだ、トロロアオイなければ紙すぎはできない、はあ、いい紙ができない、できない、うん、はあ、とてもきれいなね、はい、畑に植えるんだけど、はい、うん、なんてオクラの花、あ、オクラ、あれと同じだね、とネバネバしてる、そう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 、はあ、で根っこだけ使う、あ、そうなんですか、そうなので、畑にね、はい、どこでも店で売ってないから、はい、うん、植物はね、はい、毎年毎年谷取るのは谷取るのに伸ばして、はい、あとは全部伐採するの、はあ、筋から5寸ぐらい上に、はあ、こう全部釜で刈っちゃうの、はあ、そして上に伸ばさない、伸ばす、栄養を、あ、なるほど、根っこにいいさせるわけ、栄養を与える、それはどっかこちらでお作りになってるの、そうなの、え、トロロアオイも作ってる、そうそれね、欠かさんぞ、あ、そうなんですか、だからね、うちのじいさんも年取ってきたから、はい、忘れからね、トロロアオイ前だのって聞いて、1年に1回生えてくる草なんですか、いつ頃なんですか、5月末頃、あ、そう、うまくの、あ、それでもちりな花ですよ、それこそね、わしの風合いがいいのと同じで、花もすごく爽やかなね色して、その前にちょっとお聞きしたんですが、この紙の原料である楮ですね、うん、これはどこから仕入れるんですか、今は昔は方法から、わしゃだの人間まで朝仕事の、あ、なんだなんだ、収入二馬車で運んでくるわけですね、あの枝を、そう、でもそれは全部使えない、ちゃんと寸法を決めて切るの、はあ、釜で煮るのも大変だからね、はいはい、一回山の人は一回蒸すの、はあ、このぐらいに切って、あ、これですね、そう、はあ、実家みたいな、実家みたいな丸めで、それはもういわゆる煮出してるやつですか、まだ乾かしてる、干してある、上の黒い皮を剥いだだけ、あ、うん、乾燥して、そして使うたびごとに水にさっとしんなりさせて、それから釜で煮るの、はあ、で、あれを叩くわけですね、あの硬い繊維のやつを、さっきおっしゃってた煮だらね、煮だら、うん、はあ、で、今は機械でやるわけ、そうなん、はあ、で、だから、うん、大変だ、とっても今はね、良くなったのは機械でね、なるほど助かります今は構造は、
どうしてるんですか、あの山からやっぱし切り出して。今はね、昔は山の人たち、あの収入、朝の収入みたいにね、馬車が逃げる間だってみんな引っ張ってね、つけてきたの。今はね、噛みすぐのが少なくなってきた、それでやっぱり、問屋さんがあるわけだ、行動問屋さんね。なるほど、そこから今はね、栃木の人が世話してくれるの。でもね、最近なんかね、東北はだん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 少なって、仙台で私何百件とあったのに私一人になってしまったでしょ、岩手に一件伝って、そうそうわしは売れるもんじゃない。昔はここの柳生の地区にはいわゆる紙すきをする人たちがたくさんいらっしゃったんですか。そうね、伊達さん来てから始まったっていうからね。政宗さんですね。そうですね、それから非常にここは水がいい、紙に本当に適しているところだって伊達さんが言ってから、どん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 やっぱりね、水断だけど、何年続いたのかな、そういう組合作って何百件とあったんだべけども、じゃあもう かなり多くの人たちがみんなやってた。ほとんど阿部と佐藤ですよ、紙水出しは名前が阿部さんと佐藤さん。そうなの、あの人は菅台そうなんですか、昔の人だそれで、だんだんあのいわゆる養子が入ってきましたよね。養子でね、すっかりわしダメになった。もう小一個もいっぱい小一個ね、いたの、紙するとこからしょってね、売りにあるって用紙と巻き紙の機械杉、それと持って歩くと手杉和紙が倍以上高いのでしょうね。今お話聞いてるとあれだけの工程があるしね、とても1日2日でできないからねですよね。あのそして機械杉持って歩くと何1年ね壊れねばまだ来年売りに来るでしょうって言われるって、安い方でいいからって言われたと、ほんで手すぎはもうだん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 ね下りで行ってしまった。そこで下りだの。なんか聞く話によりますと、長町に紙の工場ができた。そうなの。あらら、で長田の駅前にも紙工場があったのよ、その人が施設の勤めではね、そこも5000あいらがね、原料を洗うだって原料を洗えば醤油みたいな水が流れるし、あとなんとかあぐ水の機械にかけてもどん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 流されっから騒がれるでね、そういう機械工場もねなくなったの。みんなね、あの南の方に行ってしまったのね。それでわしはほとんど若い人は今度はダメだ、なんぼ農家のわしではやっていかないっていうので、若い人では弁当持っていけば何年一日なんぼと、もらえるから、その方が気楽で、そうなってしまった。でだんだん廃れていっちゃう。そうなん。で、うちではやめるにやめらんない。なんでそしてあの、仙台の売茶を、あそこに私どん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 水でやったのよ。そんな安い紙水でくたびれ儲けだからってみんなに言われるの。だけどもね、
生活はしなくてない、はい、子供と一緒はね、はい、3人も仙台学校にやれば給料なくなってしまうそんな風だったよ。ほんでそんなこと安い高い構わず減量買いって言われっぺすね、減量まで買いって言われだってすがねがったら金なのに、はい、安いだって高いだってさ、はい、ほんでなんであろうとまずみんなのために、はい、うん、私すぐからってじいちゃんから修行着で、はいはい、一生懸命1ヶ月ね、はい、3000枚だ4000枚なんぼでもよかったの。あいさいわゆる包み紙ですよね。包装紙、包装紙ですよね、うん、でないとね、はい、あのじいちゃん過ぎるあたりなんかじいちゃんくたびれで咲かない時もあるよね、遅れ時あるの。あとね、ばいさんのじいちゃんが、はい、自転車で、サビだ自転車でね、これ堤防来るの。なるほど。自転車踏んで。踏んで。いや、佐渡さんで一枚もねえから。ああ。なんぼでもいいからって。100でも200でもいいからって。で、100枚で、100枚も、あっから持ってきないでくるくるくるっと来るんだよね、はい、自転車でね、はい、持って行ったもんだよ。あそれだけね和菓子に言わせてすごくね人気あったのそうですか。これがね、はい、高いといいんだけどさ安いんだね包装紙お聞きしたいんですけれども、いわゆる和紙ってのはいろいろなところで作られてますよね。例えば白石だとか、うん、とかね、うん、それからまあ美濃の和紙だとか、うん、ここの和紙の特徴っていうのは何かあるんですか。やっぱり強いんじゃないですか。強い、あのパルプなんか混ぜないからね。あこの土、この土ばっかりの木紙っていうんだけど、はい、それが一番強い紙だから、はい、強い紙で通ったんですよ。あ障子紙なんかね、もう、パルプの紙だとモサモサっと上がるの障子、はいはい、それ木紙だと、はい、コードだけの、紙だと和紙だと、はい、こう剥がすとバレンとね、はい、セーッと目が剥がれる。あ、そういうね強さがあって人気があったんじゃない。はあはあ、ちょっとお聞きしますけど、あの昔和紙はあれは一回剥がしてもまた使えるんですか。いや再生できますよ。あできるんですか。和紙は何回でも何回でも何回でも。その辺は今のいわゆる用紙と違うっていうわけですよね。だからうちのじいさんはね、はい、安いだって紙は吸いだほいいどってね言うの、はいはい、でもなかなか、はあ、今お名刺いただいてるんですけれども、これがいわゆる、和紙、和紙ですよ。こう両端がこう透けてますよね。茶色がね玉ねぎ染め。あ染めなんだ。玉ねぎ染め。これがずっとパイサオンでやった。あこのカレンダー。そうカレンダー包装紙。包装紙だからパイサオンの包装紙版でカレンダー今、はい、出してる。出してるんですか。出してる。これがパイサオさんの、包装紙。包装紙だからお客さんだって喜ぶさですよね。私安いだって構わずで1日にだいたい何枚ぐらい紙っていうのはこのいわゆるバイサオさんの包装紙、うん、40センチか45センチ1日何もついだよね。1日何枚1日ですか、うんうん2000枚、そう何したかねさ、まずその日によって違うけどね。今機械に限った分全部30頃まで私吸いだ。機械に
今度何キロ20キロあれだ、20キロの原料をこなして、そして全部1時で3時頃までで決めるようにしたの。はあ、私そうでないとね、はい、朝の8時まで、4時から8時までなんですよ、ね、それでしょ。はいはい、はい、そうしたら、なーに、お客さん来たって言っちゃう。なるほど。もうね、はい、バンバンバン、若いからね、かしがりだの。本当に、あの頃思い出すのは夢のよう。今はどうされてるんですか。今は1日でどのくらいですか。時間まだ売車をやめてから3人ぐらいしてなんないの。あ、はいはい、それもね、腰ボロボロになったの。大変ですね。腰ボロボロでね、はい、なんて噛みないって来たのね。私の格好目でね、歩かんねくなったんだ。で、こう腰があったらね、この半分右の方ないんだっけわ、ボロボロ自然と陰でいっては。なるほど、うん、あ、はいはい、そんでね、腰はやっぱりあまり動くと痛いんだけど、はい、でも、うん、でも卒業しようしようじゃなんだってあるからね、痛い痛いって感情している。基本、基本的には立ち仕事ですもんね。立ち仕事だよ。ですよね、腰がやられちゃいますよね。このぐらいの番で過ぎたんだから。あ、そうやってこの方がね、楽なの。こうして過ぎてね。この小さいんだとしんどいの、腰にくる。こちゃ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 。今、卒業証書って言われましたよね。うん、卒業証書もこの近隣の小中学校のあれに使われてるんですか。学校みな。学校みな。うん、あ、そう。あと、なんかね、なんか外国にも出てるし、はい、あとなんだかんだね、東風大あたりでも使ってるね。あ、うん、ここにあるいただきました佐藤誠二さんと佐藤文江さんのお名刺をいただいておるんですが、はい、お名刺だとか、それからはがきだとか、先ほどのバイサオさんの、放送紙、これをカレンダーにしてしていいですよね、趣があってね。いいですか。あ、すごい。色っぽくなシュガシュガ、ね、あ、ち、ちの送ってたの。あ、ハワイにいる人が女高生だった。あ、そうなんですか。滋賀県、外国の方からも依頼があってね、はい、で電話をされるのね。あ、でも作らざるを得ないですね、お年になっても。もうダメだとも言わねえのね。で、今後どうされんですか、この伝、もう伝統ですよね。先だって、はい、だから市長さんに行ってきたの。はい。そして、はい、市長さん、私もね、90もはやなんです。はい、もうね、うちでは子供、はい、娘3人いるけど、はい、一番大きいのはなんとか過ぎますと、はい、でも、はい、一人でやるのは大変なもんですって言ったの、はい、私たち2人いなくなれば、はい、一人でやるってことは大変なの、はい、だから、はい、なんとか、うちの周りでもいいから、どこでもいいから、はい、伝承館、はいはいはい、これを作ってもらいたいって願い書を書いて出しました。ああ、市長さんにですね。市長さん、はいはい、はいはい、わかりましたってね。はい、言うけども、それがね、はい、いつだかわかんないよ、ね。そう、まあ、今後ね、大変だろうと思うんですが、はい、まあ、頑張って、はい、なんとかね、伝統を生かして、頑張ります。頑張ってください。いや、今日は本当にありがとうございました。お父さんはありがとうございました。お母さん、どうもありがとうございました。どうも。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まだ頑張ってか。ねえ、ありがとうございました。